イキン・チャン・カウィールは古典気候期のペテンボン地地域にあったティカルを中心とするマヤ文明の都市国家の第27代目の統治者。ティカルの統治者の中でも成功した拡張主義的な一人で父、ハサウ、チャン・カウィール一世より獲得した政治的権力を格好たるものとした。マヤ文字の解読が進む以前、名前の読みが判明するまではティカルルーラー B として研究者に知られていた。 イキン・チャン・カビィールの在位中、ティカルでは多数の建造物が作られ、彼の命によって建築内し増築された建造物が現在でもいくつも残っている。736年に、カラクムルを743年と744年には、カラクムルと同盟を結んだ二つの都市をそれぞれ征服。西はエルペルー、東はナランホまで以前にこの地域を牛耳っていた。 権力関係を破壊せしめた。彼の第一夫人は、ラカム派の姫であった。彼女の個人名は不明であるが、ヤッシュア・ハン・ショック夫人という儀礼的称号は、判明している。イキ近、チャン・カウィールの墓所の正確な位置は不明であるが、しかし強固な考古学的類似が、墳墓百116と墳墓百196の間にあり、第二神殿のすぐ南の小ピラミッドの中に位置し、STR。 5D-73 として表され、校舎がおそらくイキンちゃんカウイールの墓であると示される。他に可能性のある場所としては、葬儀の神殿である第4神殿及び第6神殿が候補に挙げられる。ありがとうございます。